よし、やるか。ウトガルド城の104期調査兵たちはハンジ率いる増援によって付近の壁城へと撤退、辛くも難を逃れた。そして巨人化能力者であることが明らかになったユミルは、命がけで仲間を守ったこともあり、ひとまず調査兵団の保護下に置かれることになった。そんな折、壁の破壊箇所を捜索していた駐屯兵団の先遣隊から驚くべき知らせがもたらされたことを皮切りに、兵士たちはさらなる混乱の渦へと飲み込まれていくことになる。彼はウトガルド城での激戦を生き延び、無事に壁城へと退避する。しかし、仲間と無事を喜び合う彼を、思いもよらぬ裏切りと残酷な真実が待ち受ける。穴がどこにもないだって？ああ、別の区の兵と勝ち合って引き返してきたのさ。道中で巨人とも出くわさなかったが。仕方ない。それなら一旦トロストクで待機しよう。エレン、話があるんだが。まさか、ついに地下を掘る巨人が現れたんだとしたら大変だ。そうなると位置を特定するのは困難ですね。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつだ。俺たちは5年前壁を破壊して人類への攻撃を始めた。俺たちの目的は壁の中の人類全てに消えてもらうことだったんだが、エレン、お前が俺たちの故郷に一緒に来てくれるなら、俺たちはもう壁を壊したりしなくていいんだ。どうだエレン、悪い話じゃないだろう。ひとまず危機が去るんだからな。どうだろうな。お前さ、疲れてんだよなあ、ベルトルト。こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろ。ああ、ライナーは疲れてるんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねえんだ。そうか。何を考えているんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺がすべきことは自分のした行いや選択に対し、戦士として最後まで責任を果たすことだ。ライナー、やるんだな。今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。ベルトルト。
ライナー、ベルトルト、この裏切り者が！蒸気だ。これじゃうかつに近づけないな。蒸気の弱まる瞬間は必ず訪れるはずだ。隙を狙って接近を試みるぞ。瓦礫の陰に。いいか、彼らを捕らえることはもうできない。殺せ、カメラウン。までより強力な蒸気で身を守ってる。これじゃ攻撃できない。どうすれば。どうもしない。待つんだ。アルミンは私についてこい。鎧の巨人の相手だ。いつまで体を燃やし続けられるか見ものだが、いずれ彼は出てくるはずだ。行ってやろう。兄と違って常に全身が硬い。何か打つ手は。味方、一旦鎧の巨人から距離を取って奴の弱点を探すんだ。くそ、俺らじゃ何もできねえのか。いや、本当に全身が石像のように硬いのならあんな風に動けないはずだ。危ないやつだった。俺もお前みたいに強くなれたらいいなとか思ってたっけ。ライナー、今お前がどんな顔してんのか知らねえが、お前ら本当にクソ野郎だよ。どうせ倒されんならいいぜ。その首よこせ。Yeah!
何を。無駄なあがきだ。止まった。あの位置は。周囲を警戒しろ。巨人を呼んだぞ。周囲に他の巨人は見当たりません。上だ、避けろ。アルミン、エレンは。エレンは連れ去られたよ。ユミルもベルトルトとライナーに。ねえアルミン、なんでエレンはいつも私たちから遠くに行くんだろう。そういえばそうだね、エレンは昔から一人で突っ走っていくんだ、僕らを置いて。私はただそばにいるだけでいいのに。それだけなのに。まあいつものことじゃねえか。あの悪ガキの起こす面倒の世話をするのは昔っからお前らの役目だろう。俺も行くぞ。お前ら三人が揃ってねえと俺の日常は戻らねえからな。クリスタ、やっぱり君には残ってほしいんだけど。それは無理。ユミルがさらわれたのにここで待つなんてできない。ああ、俺たちには奴らを追いかける理由が多すぎだろう。ああ、俺もだ。ライナーもベルトルトも敵だったなんて。おい、エルヴィン団長が到着したぞ。ハンジ、説明を。うん。彼らの目的地をウォールマリアの向こう側、そして目的地までたどり着くだけの体力が残っていないと仮定しよう。ならば彼らはこの先にある小規模な巨大樹の森、そこに向かいたいだろう。そうか、あれだけ戦った後だからきっと消耗してる。ああ、ならばどこか巨人の手の届かないところで休みたいと思うんじゃないか。巨人が動かなくなる夜まで。夜までだ。夜までに森に着けばまだ間に合うかもしれない。助ける賭けに出るか。俺は…生き延びるのよ。
行くぞ。そろそろ教えてくれよ。あんたたちはこれから私らをどうするつもりなんだ。俺たちの故郷に来てもらう。おとなしくしろって言って従うわけがないことぐらい分かってる。だがここはウォールマリア内の巨大樹の森、巨人の巣窟だ。今俺らが殺し合っても弱ったところを他の巨人に食われるだけだ。つまり巨人が動かなくなる夜まで俺たちはここにいるしかねえのさ。そういや俺たち巨人が湧いてからずっと働き詰めじゃねえか。ひとまずは休ませてもらいたいもんだ。昇格の話は、その後でいい。ライナー、おい、てめえふざけてんのか。殺されてんなら普通にそう言え。は？何怒ってんだよエレン。俺が何かまずいこと言ったか？なあベルトルさんよ、何か知ってんならいい加減黙ってないで何とかしてやれよ。ライナー、君は兵士じゃないだろう。僕らは戦士なんだから。なんとなくだが分かった気がするぞ。おかしいと思ったよ。壁を破壊した奴が命がけで仲間を助けたりなんてな。おそらく本来は壁の破壊を目的とする戦士だったが、兵士を演じるうちどちらが本来の自分か分からなくなった。いや、もしくはお前は罪の意識に耐えられず、無意識に自分は壁を守る兵士だと思い込むようになったんだ。結果心が分裂し、記憶の改ざん、話が噛み合わなくなることが多々あったって様子だな、ベルトルさんの呆れ顔を見るに。ふざけんじゃねえよ。お前らな、お前らは兵士でも戦士でもねえよ。ただの人殺しだ。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。その人殺しに何を求めてんだよお前は。反省してほしいのか、謝ってほしいのか。それでお前は満足かよ。泣きわめいて気が済むならそのままわめき続けてろ。そうだな、俺は頑張ってお前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。ユミル、お前はエレンを利用して逃げようと思ってたんだろう。俺らに連れて行かれたらまず助からないってな。正直に言うがその通りだ。だがクリスタ一人くらいなら俺たちで何とかできるかもしれない。どういうつもりだいライナー。クリスタはウォール教の一族の重要人物だ。こっち側に連れて行く理由はある。自分のわずかな命か、クリスタの未来か、選ぶのはお前だ。あれは深淵団、調査兵団が助けに来たのか。クリスタだ、クリスタがそこまで来てる。連れ去るなら今だ。お前連れ去るにしたって今は無理だ。成功する可能性が低いだろう。機会を待て。今じゃなきゃ嫌だ。今あいつに会いたい。このままじゃ二度とあいつに会えないんだろう。お前らが今クリスタを連れて行かないのならここでお前らと戦って邪魔をする。ちっ、任せたぜ。私も行こう。エレンはこの森のどこかにクリスタ。
やっぱり君は前線に出ない方が。何度も言ってるけど、それは無理。ユミルがさらわれたのに待っているなんてできない。この叫び声、もしかしてユミルか？ユミルです。さらわれたユミルの巨人の姿です。おいユミル、どうしたんだお前だけ。エレンはどこだ。なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。ユミル、よかった、無事だったんだね。え、嘘、クリスト、食いやがった。クリストまで連れ去られるわけにはいかねえ。追わねえぞ。邪魔だ。よし、我々も作戦を開始するぞ。従うよ。頼んだぜ。了解だ。任せたぜ。従うよ。頼んだぜ。了解だ。倒す。頼んだぜ。準備は整った。カクン、巨人を引き連れたままでいい。私についてこい。やめろエレン、暴れるな。そりゃ無理があるぜベルトルト。そいつを怪しつけるなんて不可能だろ。まあ出てこいよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。今までずっと騙してたのかよ。お前ら今まで何考えてたんだ。こいつらは人類の害、それで十分。誰が人なんか殺したいと思うんだ。確かにみんな騙した。謝る資格なんてあるわけない。けど誰かお願いだ、誰か僕らを見つけてくれ。ベルトルト、エレンを返して。ダメだ、できない。お前らそこから離れろ。信じらんねえ。どういうつもりだエルヴィン、巨人を引き連れてきやがった。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。総員突撃。あれはユミルだったか。ついてこい。そっちも無事だようですね。コリン、行かせたぜ。俺も行くかな。おい、ユミル、飲んだぜ。任せとけ。前まで俺たちを裏切ろうってのか。鎧の巨人に取り付け。やっとここまで来たんだ。故郷に帰るんだ。ベルトルト！
二人とも仲間を置き去りにしたまま故郷に帰って兄を置いていくの？兄なら今地下深くに幽閉されて拷問を受けてるよ。今この瞬間にも兄の体には休む暇もなく様々な拷問が。悪魔の末裔が根絶やしにしてそれに絶対さあ行くぞ。母ちゃんの仇を俺がぶっ殺すところ。ハンネスさん、ミカさん、俺の拘束を解いてくれ。早く。俺がやんなくちゃなんねんだ。俺がケリをつけねえと。くそ、仲間と分断されたぞ。エレンを奪われたら人類の負けだ。早くエレンを見つけないと。討伐する。じゃあ、じゃあ、分かったぜ。生にやがる。雲に動いてたら手遅れになる。まずは上がっている縁壇の方へ向かおう。分断されたままじゃやばい。救援要請だ。邪魔だ。じゃあ、開けたぜ。分かったぜ。ゴール。やったぜ。おかげで命拾いした。エレン・イェーガーを捜索中なんです。何か情報はありませんか？それは分からないけど、南の方に調査兵団の人がいたはずだよ。調査兵なら直前までエレンの近くにいたかもしれない。行ってみよう。巨人になれなきゃ意味ねえだろ。俺が今、母さん、俺は何にもできないままだったよ。エレン、聞いて。したいことがある。私と一緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私に マフラーを巻いてくれて。ありがとう。そんなもん何度でも巻いてやる。
俺が何度でも。座標が最悪の奴の手に渡っちまった。絶対に取り戻さねえと。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。ライナーに向かって行きやがった。わからないけど撤退するなら今しかない。逃げるには馬が必要だ。私が用意してくる。その間ここでイエガーを死守しろ。ダメ、任せとけ。やったぜ。わかったぜ。来るんじゃねえ。ダメだ。ぶっ殺してやる。倒す。やってやるぜ。もう限界だぞ。来るんじゃねえっつっただろうが。クソ野郎が。やつだけにしてやる。ライナー、なあ、他の巨人からエレンを守るので精一杯なのに。倒した。邪魔だ。あの縁談、助けが必要だな。3年間苦楽を共にした仲だろう。よくも俺たちの前で平然としていられたもんだ。今の俺は戦士だ。どんな手を使ってでも目的を果たしてみせる。頼んだぜ。任せて。任せたぜ。分かった、うん、じゃあ頼んだぜ。分かったぜ。来たみたいだ。エレンたちを連れてすぐ離脱するぞ。くそ、ぶっ殺してやる。この機を逃すな。撤退せよ。ユミル。
こ。その時ユミルが取った行動の意味は分からなかったが、鎧の巨人がそれ以上追ってくることはなかった。ラガコ村での調査結果が出ました。ラガコ村出身の彼に確認してもらったのですが、やはり今回出現した巨人の正体は村の住人である可能性が高いと思われます。つまり巨人の正体は人間であると。まだ確証はありませんが。エルビー、お前何を笑ってやがる。ああ、何でもないさ。我々はいずれ突き破る。真実を隠している壁を。